アリラン祭アリラン祭とは、朝鮮民主主義人民共和国平壌で毎年8月から10月にかけて行われる、世界最大規模のマスゲームイベントである。期間中、週4回あるいは5回開催される。両ら島名でスタジアムで行われ、出演者は約10万人。朝鮮民謡アリランを主題にするも、後日パルチザン活動から朝鮮戦争そして、現代に至るまでの指導者、 近日成主席の活躍を称えるストーリーである。近日成と総書記金正日を称える音楽が流される。外国人向けのチケットは8000から3万円相当程度であり、後方の演技者から遠い座席になるほど高額になる。これは個々の演技者ではなく全体を見渡すことで楽しむマスゲームならではの特徴と言える。前方の列は現地一般住民のために 確保されているが、外国人観光客と干渉しないように入り退場の時間がずらされている。時間帯によっては、近日生広場でのリハーサル風景を見ることができる。2013年の開催をもって、アリラン祭は中止となった。その後、2018年に建国70周年を記念して、マスゲームの開催が復活。2018年には、ムンジェイン韓国大統領が、 2019年には習近平中国国家主席がそれぞれ観覧を行っている。ありがとうございます。